今日のランチは大分県日田市にある人気店みやびさんでいただきます。こうするんや。この間と焼き方違う。私たち雑やったね。知らんもん。下もだよ。中に汁入れるんや。全然違うやん、この間やったのと。まだ座布団みたいに焼いてたもんね。出来上がりですよ、早い。この前えらいしつこかった、うん、この間だけに違うぐらいしたらいいか。これのが難しいっちゃの。ちっこいけんこれね。ベロやけどするよ。まだ熱かろうね。もうちょっとボリュームのあるイカとかが熱かよ。ちょっと熱そう。熱いでしょまだね。誰かがやけどしたら分かる。熱いって。封してまま。高いよ。一回封したら5万円。封封やったら10万円。下取ろう。下切る。うん。あ、美味しい。美味しい。熱いけど美味しい。美味しい。うまっ。焦げね、美味しいもんね。研究家としては大丈夫、飛ばないんですよ。安心してください。飛ぶのはそのズラだけ。ズレ取るよ。もう黙っておけ。ズレ取るて。便利なものがありますね、今ね。私もでも履けたらそれしたい。部分的なやつある。でも自分が履けるとかまだ考えれんの。ハゲちょっとこの後探索があるんで、もう一緒に焼いていきます。ほら、待って、どんな順番で。いや、なんかね、とりあえず具からったい。具から具焼いて、下地焼いて、上に乗っけとったね。なんかバリにしたね。美味しいよ。美味しいですよ。ちょうどいいぐらいの、ね、結局3種類食べたんですよ。これまだもう1個これからできるけど、もう いっちゃない？マジ？ちょっと。あ、これ下をハゲ、ハガな、やばいやばい、ひっくり返そう。え、真っ黒よ、真っ黒よ、ひっくり返そう、せーの。これは悪い見本です。誰のせいじゃいって焼いたのは誰ですか。焼いてない。とりあえず食べよう。これ、あらせず移動とか、ちょっと横にトンネルを見つけたんですよ。多分旧トンネルだと思われます。なんか他の
おお。あ、これでも普通に綺麗。ほら。新しい。逆に。あ、これ車では行かんねん。これ歩きで行けるやつ？うん、結構長い。てか綺麗くないこれ？全部学校かな。でもそこにガードレール古いんだ。うん、あ、本当だ。あ、じゃあこっちが旧道ってこと？いや、これ旧道？でももうそこ山だ。うん。まあ、うん。だけで埋まってんのかもしれないけど。でもこれ、まあ、車一台通れんことはない。もともと車通る？もともと道やったんかな、こう。まあ一台はなんとか通ると思いますけど。ああ。何のためのトンネルなんやろ。でももうあれがこうしちゃうから。そう。車は入れん。車も入れん。もうチャリと人の。うん、ちょっと行ってきて。え？ほら、走って。走るやん。走ったら死ぬやん。あーい。あ、もう雲の巣だらけや、上の。あ、ほんとやん。いっぱいおるよ、雲。これ多分あんまりもう人通っとらんじゃない？チャリンコで通るぐらいにはちょうどいいかも。いや、ダメダメ。なあ。雲の巣だらけ。雲。これ電気誰のためにつけとんや。これじゃあ電気何のためついとるんねん。通るためやん。虫のためや。虫のためやないって。でももったいなくない電気つけて。ね、いや、通ってないわ。雲の巣だらけや。じゃあ電気消しとき？誰に俺。これね。意味がなくない？いや、旧トンネルかなと思ったけど、全然綺麗。ねえ。でも、この巣がいっぱい引っかかった。ほんとや。なんやろ、なんなんやろうね。で、これは隧道じゃないですか。隧道とトンネルの違いは、なんか昭和45年くらいまでは全部隧道表記なんですよ。で、45年以降にできたものはトンネルっていう表記になってるそうです。車結構通るね。明治11年に開校した野田小学校は下請け松原ダム建設に伴い水没することが決まり、昭和38年にこちらに移転しました。しかし生徒の人数も減り、昭和46年に川辺小学校に統合され、廃校となってしまいました。廃校になった木造校舎は工房として活用されています。はい。あったと思うんですけど、ええ、の方から来るときに、まあ、そちらが出たときに、このダムの湖面、今も湖面というか、ね、はい、沈んで、その代わりにここに建てたという話なので、うん、ああ、それです。だから、ダムが建設する当時の建物なので、うんうん、ダムが運用開始して去年で50周年。なんか、はい、やっぱり木造校舎っていいですね。そうですね。雰囲気が、うん、雰囲気が優しい感じ。あれは何の跡ですか？焼却炉。ここでは何をされてるんですか？木製品を作ってる。へえ。家具がほとんど主ですけど。はい。素敵なものがたくさん。住所はここなんです。ほとんどこの状態です。あ、私もそうだ。こんな建物がありました。うん、あ、これ床とか場所当時のまま。そうですね。私たちが入る前に、元々縫製工場として再利用されていたんです。あ、廃校になったのが48年か9年か。うん。で、その後に縫製工場として使われてたっていう。でも縫製工場を辞めて、しばらく空きになった時に、うん、これ小学校だったんですか？小学校です。でも移住されて何年ぐらいなんですか？でも北って住みやすいんじゃないですか？結構移住する人多いです。多いとは聞きます。めちゃくちゃ多いです。町の中はですね、うんうん、こういう郡部、うん、旧郡部はもう過疎化が
あ、そうですよね。過疎地って言われてます、ね、はい、だって廃校ばっかりですもん ね、 そうですね、結構廃校が多いですよね。もうお子さんたちもやっぱり出ていっちゃうん で、 そうです、ね、うん、やっぱなかなか就職だともう福岡行っちゃったりとか、そうですね、うん、なんか、まあ、結局働く場所がないっていうところ、まあそうですよね、山でも島でもそうですけど働く場所ですよね、うん、でもなんか自分のなんか好きなものに囲まれた空間で好きな仕事ができるのは理想ですね。お金のことを考えなければ理想です。そう、なんかでもおしゃれでセンスがいいですね。うん、木っていい、すごくあったかいですよね。そうですね。湖面がダムの湖面に降りられるのかな。ですね、あそこからは降りられない。降りられないんですか。一応なんかこう降りる道が降りて植樹をしてる、植樹をしてて、そこがもうちょっとあの植樹した木が杉林に囲まれちゃって木が当たらないということで杉を全部切っちゃったんですよ。すごい古い。それともいつのものなのかわからない。ただもう雨ざらしになってたのでこういう状態だ。でもこういうところにあるとおしゃれに見える。全部がすごい素敵、なんかいいね。人工物というか、うん、素材的に人工音な素材だったら、うん、ただですね、ゴミみたいに見えちゃうんですけど、新っすよね、何でも、うん、なんかあるもので暮らすっていいですね。それが嬉しかったんだよな。そうですね、人のね、お世帯もこれだけ、うん、これが基準だったということですよね。Thank you.